リスクの管理方法にはセクター方式とバリアブル方式の2種類があります。 PC が使っているのが主にセクター方式で、大型汎用コンピューターが使っているのが主にバリアブル方式です。バリアブル方式とはデータをレコードやブロック単位で保存する方式で、ファイルを作成する際にファイル編成とファイルの大きさを指定します。レコードとはファイルやデータベースに保管された一件分のデータのことです。コンピューターにデータ処理させるには文書形式で保存するのではなく、項目を作成してレコード単位に分割してデータを保存していきます。バリアブル方式ではレコードがデータを記録する最小単位となります。ファイルを作成する際、その使用目的によって最適なファイル編成を選びます。ファイル編成には準編成ファイル、索引付き準編成ファイル、直接編成ファイル、区分編成ファイルなどがあります。準編成ファイルとは先頭のレコードから順に読み出すこと、つまりシーケンシャルアクセスしかできないファイルのことです。準編成ファイルはレコードの空きが発生しないので、メディアの使用効率が良く、磁気テープなどのように先頭から順にしかアクセスできないメディアでも使用することができます。索引付き準編成ファイルとは準編成ファイルに索引をつけてシーケンシャルアクセス、ランダムアクセスともにできるようにしたファイルのことです。何がどこに書いてあるのかを探しやすいように、本には目次やページ番号がついているのと同様に、ランダムアクセスを行うにはデータとは別にどこに何が書いてあるかを探すための情報が必要です。この情報のことを索引またはインデックスといい、索引付き準編成ファイルはこの索引をもとにランダムアクセスが可能なのです。直接編成ファイルとはキーの値からレコードの場所を直接求めることができるようになっているファイルのことです。例えば目次や索引からページ番号を探す人よりも、最初から何ページに書いてあるかを知っている人の方が早く目的のページを開くことができるのと同様に、直接編成ファイルはキーの値を見れば何レコード目に格納されているかがすぐにわかるので、直接編成ファイルは高速にランダムアクセスができるのです。区分編成ファイルとはメンバーをまとめてディレクトリーで管理しているファイルです。区分編成ファイルは登録簿とデータ域に分かれていて、データ域にはメンバーと呼ばれている単位でデータを記録していきます。登録簿にはメンバーの名前や格納先のアドレスが記録されていて、それぞれのメンバーに対してシーケンシャルアクセスができるようになっています。区分編成ファイルは PC のファイルシステムと使い勝手が似ていて、主にプログラムライブラリーに用います。つまりファイル編成とはファイル上へのレコードの配置方法のことで、大型汎用コンピューターはファイルを作成するときにファイルの大きさとファイル編成を選びます。ファイル編成には準編成ファイル、索引付き準編成ファイル、直接編成ファイル、区分編成ファイルなどがあり、ファイルの使用目的に合わせて最適なものを選択します。